背景健太監督、僕は今も元気です。皆さん、バノジどうも、翔介でーす。ラッキー、みんな元気してるってだけで。さあ、今回もやってまいりました。試合前日恒例、FC 東京ゲームプレビューということで、今回もね、試合前日に上げれてるとは思うんですけれども、ゲームプレビューの方、お送りしていきたいなと思います。ね、なんかうちのサブちゃんがすげえ、伸びて、チャンネル登録者数も随分伸びてるのかな。うん、再生回数も相当伸びてるんですけど、ちょっとね、個人的に驚いてます。はい。見たよって方はコメントお願いします。はい。で、もしチャンネル登録ね、サブちゃんからね、メインの方チャンネル登録してくださった方々、ありがとうございます。これからも頑張りますんで、よろしくお願いします。というわけで、じゃあ今回の対戦カード見ていきましょう。それがこちら、ポト、10月29日土曜日15時キックオフ、明治安田生命 J1 リーグ第33節、名古屋グランパス戦は、トヨタスタジアムで行われます。というわけで、さあ、いよいよ今シーズンも残り2試合ということで、まあ、お互いね、まあ、来季を見据えた戦い方をしていければいいのかなという段階になってきております。で、まあ、ほんと名古屋といったらね、まあ、監督、やっぱり我らが、昨シーズンまでね、指揮を取ってくれた長谷川監督、ほんと僕もほんと好きな監督の一人で、ほんと、健太さんとの別れは非常に辛かった。けど、まあ、今、健太さんが名古屋でやろうとしていること、なんとなく俺はよくわかるし、多分名古屋のファンサポーターの中では、なんでこんな陣にうちらがおらなあかんねんと思う人もいるかもしれないんだけど、そこは、あえて目をつぶってほしいなと。まあ、これはこの後のパートで話をしますけども、はい。ほんとね、名古屋さんと、残り今シーズン2試合なんで、泣いてもらってもね、しっかりと戦っていきたいなというふうに思います。さあ、それでは、ここまでね、名古屋さんの戦績、まず見ていきましょう。さあ、それでは、まず現在の名古屋グランパスの順位から見ていきましょう。それがこちらと。現在順位は11位、勝ち点40で、9勝、13分け、10敗。で、27得点の34失点で、得失点差がマイナス7となっております。まあ、まあ、これまでの名古屋さんを振り返ると、ちょっとどうしたって思う人も多いかもしれないんですけど、まあ、監督変わった1年目で、まあ、これはまあ、こんな感じでしょうと僕は思ってます。はい。逆に、まあ、うちができすぎてるだけな感じもしますけどね。はい。本当そういう部分で、まあ、こう、まあ、チームってこう、左右されてきますし、ただこう、まあ、監督1年目で優勝狙えとか、1年目で優勝いけるでしょうとか言ってる人がいたら、それはちょっとね、見方変えた方がね、僕はいいんじゃねえかなと僕は思ってます。はい。で、さあ、これまで FC 東京との通算対戦成績なんですけど、こちらと。23勝12分け15敗ということで、FC 東京が若干のリードをっていう感じなんですね。これはね、僕意外でした。はい。実はね、名古屋とのアジスタは、鬼門中の鬼門だったんで、昔。数年間、名古屋にアジスタで勝てなかったって時期があったのよ。そう。まあ、なおがシュート打ってね、奈良さんの背中に当たってゴールが入って、よっしゃ、名古屋の先生と思ったのもつかの間負けたりとかね。いろんなことあったんですよ。昔はね。けど、ここ最近は、こう、名古屋相手にいいサッカーして、まあ本当、いいゲームができてるのかなっていうイメージが非常に強いです。はい。で、まあ、去年のルヴァンかな、高萩のエロスチックゴールはね、はい、僕はもう忘れませんよ。ね、今、ヨジ君、栃木に完全移籍の噂も出てますけども、できたらヨジ君と来シーズンも青若に訪問来て一緒に戦いたい。はい。で、名古屋とのこれまでの通算得点なんですけど、こちらと。FC 東京66得点、名古屋が52得点ということで、これあまり僅差ないんだよね。あまりそこまで、ね、大きな差がないんですよ。っていうのも、まあ、結構名古屋との試合、まあ、そこまで大きな、点差が開いたゲームもそこまでないんですけど、結構ね、まあ、こういう、まあ、ここ数年でちょっと東京が、東京に部が出てきたのかなって感じはありますけど、まあ、それはそれでね、うん。
まあ言うて去年までの長野監督がね、マッシモが悪かったわけじゃないし、今シーズン健太さんのサッカーが決して悪いわけでもないし、まあそこはちょっといろいろとね、うん、まあ見ていければなというふうに思います。さあそれではここからですね、今節の、ゲームポイント見ていきたいと思います。さあ、今節のゲームポイントなんですけども、今回まあ両チームに関係することでお話をさせていただきます。まあ本当、まあ順位的に見てもね、まあうちもそうですし、まあまあセレッソさんもそうな、まあ名古屋さんもそうなんですけど、まあ ACL の可能性はほぼ消えました。うん。うちはサンフレッチェ、サンフレッチェさんと勝ち点差が、まあ、5。仮にサンフレッチェが1勝でもすれば、うちはもうすべて終わります。はい。そう。ACL の可能性はすべて終わります。はい。で、まあ、名古屋さんに関しても、まあ、勝ち点差、勝ち点としては、まあ、14の差があるで、残り2試合なんで、勝ち点6なんで、まあ、届くわけもなく、まあ、お互いまあ、完全に ACL と関係ない。まあ、逆に言ったら、その、まあ、賞金圏内っていう部分の争いっていうふうになるんですけども、まあ、この賞金圏内をどこまでこう、争うことができるのかなっていう話になってきます。で、まあ、その賞金っていうのが、まあ、ある未来期に向けての、そのチーム作りの、まあ、一つの、まあ、ポイントになるのかなっていうふうのもあります。で、まあ今ね、けど名古屋に関しては、来シーズンに関して言うと、マテウス選手。マテウス選手の、動向が気になるところなんですよ。僕は。移籍すんの？移籍の噂あんの？って話じゃなくて、マテウス選手が、今日本国籍取るために準備をしてるって話をね、多分ニュースで見たことある人いると思うんですけど、そこなんですよ。マテウス選手が仮に来シーズンとかのあたりで日本人の国籍を取ったとします。すると外国人枠が空くんで、そこの枠をどう使っていくのかなっていう部分も一つポイントになってくるのかなと思います。で、まあ、正直この試合と、名古屋と東京の試合で出てくるメンバーは、大体残ると思ってもいいのかなと。基本的にチームとしては残留させたい意向の選手たちって感じで、まあ、正直この時期で試合でほぼ、絡むことがない選手っていうのは、ぶっちゃけ黄色信号。で、まあ、今シーズンに関してほとんど試合出てない選手に関しては、もうほぼ赤信号に近いと思った方がいいかもしれません。それは FC 東京も同じこと言えるんですけども。うん、まあ、けど、まあ、FC 東京に関しては、リーグシフト、カップシフトって形で、まあ、二つシフトを組むことがあったんで、まあ、そこに関しては、まあ、まあ、うまくリーグに絡めなかったけども、カップ戦で絡んでくれれば選手も多いだろうし、うん、まあ、そこもあるんですけど、名古屋さんに関しては、まあ、まあ、代表組もね、いたり、まあ、あと、まあ、ちょっと、まあ、個人的な話になるんですけど、長澤選手がね、今シーズン、選手としての努力が抹消されてしまったっていうのは、ちょっと、まあ、悲しい話なんですけども、まあ、まず、ね、和樹は怪我直して、またね、とりあえず、年始でも、一緒にボール蹴れればいいなと思ってるんですけど、まあ、それ前にね、ファビオが連れてこなきゃダメだからね、ファビオよろしくね。まあ、そんな雑談はいいにして、まあ、本当来季に向けたチーム作りって部分で、まあ、多分、名古屋に関しては、相馬だったり、マテウスもそう、で、長井とかもそうですし、あと、まあ、今、オランダで、武者修行中の前田が、まあ、帰ってくるのかどうかなっていう部分でちょっと注目していきたいなと思ってますし、我々、FC東京としても、まあ、ディエゴがね、ちょっと怪我の関係でブラジルに帰ってしまったんですけども、まあ、その部分を、まあ、どう埋めていくか。そう。それこそやっぱり、やっぱりブラジル人シントリオが、まあ、どう活躍してくれるかね、という部分で注目して見ていくことができれば、来シーズンのね、チーム作り、どんな感じで考えてるのかなっていうのは、ちょっと見える部分もあるのかなというふうに思います。さあ、皆さんいかがだったでしょうか ?FC 東京ゲームプレビュー。今回ね、明日行われる名古屋グランパス戦の、プレビューの方をお送りさせていただきましたけども。いやー、やっぱりね、名古屋さんとなると、やっぱりいろいろといろんな思いが、込み上げてくる一戦になりますね。で、まあ、まあ、長井のケンちゃんね、うん、名古屋で頑張ってますけども。まあ、やっぱケンちゃんの怖さ。ケンちゃんの凄さっていうのはやっぱり我々 FC 東京のサポーターファンサポーター一番知ってんじゃねえかな、うん、やっぱディエゴと組んでたあの頃、うん、ほんとすげえ
怖かったし、見てて本当ケンちゃん様様だなと思うし、何度もあったし、けどそんな中でやっぱり名古屋に帰るって決断を下した、そうケンちゃんそのそのまあ決断っていうのは一つ僕は、うん、まあ前向きに見ていきたいなと思ってるし、そうまあケンちゃんがね決めたことだから、うん、僕は何も言わんのですけど、まあ、やっぱりケンちゃんと今シーズン最後に戦いたかったなっていうのは正直なところであります。はい、まあけどまあ、ケンちゃんのことをよく知ってるね、ディフェンス陣、モネギもそうだし、なんだったら今シーズンアンカーに入ってる東もそうだし、そうまあよく知ってるんで、まあそう簡単にケンちゃんに裏は取られないかなっていうふうには思ってます。で、まあ、あとまあマテウ選手のミドルゾーンからのシュートも危険ですし、まあドラミちゃんも結構頑張ってるんで、はい。まあ、けど、正直、まあ、ドラミちゃんはここで頑張んないと、ワールドカップないかもしんないよっていう、危機感を持ってほしいね。それはまあ、うちの長友もそうなんだけど、うん、ここで、しっかりやらないと、ワールドカップないよって思わないと、うん、いけない。しかも今回、26人に枠が増えてるんで、これまでの23じゃなくて26になってるんで、うん。まあ、そこに関しては、本当すごく、まあ、その26分の1に入れるかどうか、それが多分、相馬選手、長友選手にかかってくるところだと思うんで、まあ、注目して見ていければいいのかなと思います。で、まあ、我々としてはね、本当残り2節、1つでも落とせば ACL はないですし、まあ、逆に広島さんが勝てば、もう我々の ACL はないんで、まあ、本当まあ、ここでね、広島さんも、広島さんとセルソさんに全部負けてくれなきゃ困るっていうね、とんでもねえ状況なんで、まあ、他力はあんまり使いたくないんだけども、まあ、他力でしか行くしかないかなと、僕は思ってます。で、ですね、実はこの名古屋戦なんですけども、久しぶりに、翔助チャンネルで、実況配信します。さあ、実況配信久しぶりにやらせていただきます。で、今回なんですけども、まあ、久しぶりの実況配信ということもありますんで、まあ、ちょっとね、まあ、ワールドカップの話もしつつ、まあ、実況ライブやっていきたいなと思ってますんで、いつまでもちょっと早めに、まあ、30分前ぐらいにスタートして、実況ライブができればなというふうに思ってますんで、ぜひ皆さんね、当日2時30分から、実況ライブやりますんで、ぜひ皆さんね、もしお時間ありましたら遊びに来ていただければいいなというふうに思っております。そして、まあね、まあ、俺、翔助椅子変えたんですよ、椅子変えたんですよ。いいでしょう、この椅子。いやー、もうこれでね、なんでもねえや。何言おうとしたか分かっても突っ込んじゃダメだよ。カズヤン、あと、ピンタン、ね、はい。まあ、あと多分いろいろ突っ込みたい箇所はいろいろあるかもしれませんが、そこは、胸に秘めてください。はい。てなわけで、私、翔助、この下に SNS は全部出てると思います。全部僕のチャンネルの概要欄にリンク貼ってありますんで、ぜひ皆さんね、フォローの方よろしくお願いいたします。ね、ほんと、そして改めてサブチャンネルの方が、今すごい伸びで、今、チャンネル登録者数も、本当この1ヶ月で、100人ぐらい伸びようとしてます。これちょっと僕の中で驚きなんですけど、そう。今までこういう伸びがなかったんで、はい。だから、もちろん、翔助チャンネル、このメインチャンネルも何もしないわけじゃございませんので、はい。もうすぐ僕も J リーグも終わるんで、終わった瞬間ワールドカップにシフトしますから、はい。このワールドカップ企画、ぜひ皆さん楽しみにしていただければいいなというふうに思っております。というわけで、最後にですね、相馬勇気、ワールドカップ行ってくんねえかな？相馬と長友にぜひワールドカップに行ってほしいと思った方、高評価、そしてチャンネル登録とコメントもお待ちしております。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それでは、今回の動画は以上にしたいと思います。皆さん最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは、当日、ライブ配信でお会いしましょう。翔助でした。あてまーす。